はい。と言いますと、ごめんなさい。新しい料金プランというのは、何もかけ放題とデジラを使わなくてもいいわけなんですね。かけ放題と、従来通りの LTE フラットでも問題ないんですね。ですね、かけ放題に入っていただいた方は、デジラに変えていただく必要がございます。いや、ホームページ見ますとですね、キャンペーンの方の、ホームページなんですけれど、料金プランとして、かけ放題、インターネット接続サービス LTE ネット、パケット通信料サービス LTE フラット、料金プラン書いてあるんですけれど、これはキャンペーン期間中の料金プランなんですか？さようでございます。こちらキャンペーン中ですと LTE フラットが併用できるんですけれども、8月13日以降のお申し込み開始して9月からの適用になりますと、9月からはこちらデジタルをお申し込みいただかないといけない状態になるんです。ということは、すべてのスマートフォンを持っている方々は、LTE フラットから強制的にそのデータ自由ライフに変更しないといけないということですか？私どもの方では、そうですね、併用ができないというふうに確認取れておじりゃなまくすて、ので、半強制的に変更しないといけないんですかって聞いてるんだけれど、さようでございます。それは逆に言うと、放っておいても自動的にデータプラン変更になるんですか？放っておいても、そのデジラっていうのを使用しないと、使いたくないという方がいらっしゃっても、ね、LTE フラットからデジラに変更しないといけないともおっしゃいましたよね。中にはもう LTE フラットでいいという方々もいると思うんですよね。そういった方々は、多分 au ショップなんかに行って、料金プランを変更しないと思うんですが、そういった方々も変更しないといけないんですね。私の方すでべはそこて。で確認取れているんですけれども、申し訳ございません。再度私の方で間違いがないかどうか確認させていただいてもよろしいですか？ごめん。その前に、そのキャンペーンページの方にある、LTE フラットの組み合わせで利用できますという、合計8700円、最大2年間の、スマートバル適用で7290円って書いてるんだけれど、最大2年間適用されるわけですよね。このかけ放題プランと LTE フラットで、今のお話では、最大2年間じゃなくて、1ヶ月ちょっとしか適用できないってことですよね。こちらの最大2年間の割引というのが、スマートバリューの割引でございますので、スマートバリュー適用して、かけ放題プランと LTE フラットが2年間使えるってわけでしょ？今のお話では、使えませんということですよね。9月からは皆さん全員、データ定額23に変更しなきゃいけないとおっしゃいましたよね。では私の方で再度ですね、こちら先ほどのものも含めまして、かけ放とデジラに変えてもスマートバリューそのまま適用できるかどうかも確認させていただいてもよろしいですか？かけ放と LTE フラット。失礼いたしました。かけ放と LTE フラット。LTE フラットですね。かしこまりました。こちらでスマバリが効くかですね。私の方で再度間違いがないかどうか確認させていただきますので、少々お待ちいただけますはい、でしおょう願いか。します。恐れ入ります。申し訳ございません。お待ちくださいませ。はい。